こんにちは、ミスター脱毒です。いやついさっきあの TVer でゴッドタンっていう番組見てたんですよ。でなんかゴッドタンっていう番組でなんか芸人さんがなんかこう集まってこうみんなでなんか会議するみたいな、お笑いについて会議するみたいな番組があって、でそこにモグライダーの芝さんが出ていまして、でそのモグライダーの芝さんがなんか俺はタモリクラブに出れるような芸人になりたいって言ってたんですよ。でそのタモリクラブに出れるような芸人になりたいって、あなんかすごいわかるなと思ったんですよ。別に芸人じゃないですけど、なんかあなんかそのタモリクラブに呼ばれるような、もし芸能人になるとしたらタモリクラブに呼ばれるような芸能人になりたいって思ってたんですよ。なんていうかタモリクラブに出てくる芸能人の人ってなんていうかみんなちょっと頭がいいっていうか、なんていうんだろう、頭がいい上になんつうか趣味人というか、なんかすごい文化的な素養を抱えてるような人たちが多いと思いませんか。なんかでなんて言うんだろうな、まあなんか山田五郎さんとか安西はじめさんとか、まあもうタモリさんがそうじゃないですか、タモリさんとか伊集院さんとか、あと花丸 大吉さんとか、なんかすげえ頭良くて、で頭いいだけじゃなくてなんつうか他にはない面白さがあるって感じがするんですよね。あ三浦淳さんとかさ、三浦淳さんとか俺すげえ好きでなんか三浦淳さんのなんか本とかも面白いっすよね。仏像いろいろ見に行く本とかなんかすげえ面白いいいから、もうほんと三浦淳さんとかタモリさんとかそういうなんかね、あんまり他のテレビじゃ見られない面白さみたいなものがなんかある感じがしてすごい好きなんですよね、タモリクラブって。なんか子供の頃から見てたんですけど、なんかその初めてタモリクラブで、あなんか知識を深めていくことっていうのがこんなになんか笑えることなんだみたいななんか詳しく知れば知るほどなんか世界観が広がってなんか物事が楽しく見えてくるんだみたいなのを教えてもらったんですよね。だからなんていうのかな、学ぶことの素晴らしさみたいなものを学校じゃなくて俺タモリクラブに教えられたような気がするんですよね。なんかタモリクラブっていいなーみたいな、なんつのこんな面白さってないよなーみたいな、こんな面白さがあるなーみたいな、これ面白いって感情なのかなみたいな感じだったんですよ。多分小学生の高学年かなぐらいの時に、すっげー遅くやってるんですかタモリクラブって。だからすんげー夜中にやってた、俺がその田舎っていうのもあるかもしれないですけど、なんかタモリクラブ1時過ぎとか 2時近くぐらいにやってるイメージなんですよね、なんかタモリクラブってうん。でなんかいいとものタモリさんとはまた違うっていう対比もなんかすごく面白かったですね、あのタモリクラブは。で空耳アワーとか、なんつーの、空耳アワーって洋楽をなんか洋楽がなんか日本語に聞こえるよみたいなコーナーなんですけど、知ってるかみんな空耳アワー、なんかその洋楽が面白い日本語に聞こえるみたいな、で面白いそれに合った映像を流すみたいなコーナーなんですけど、なんていうか洋楽ってなんか子供の頃とか中学生の頃ってなんか自分にとってすごい最上級にかっこいいものっていうか最上級にセンスのあるものだっていうイメージがあったんですよ。だからなんかそんな最上級にかっこいいものを
こういうふうになんか面白いものに変換していくんだっていう感動がすごいありましたね。うん、こんな風に なんつうのかっこいいものすら面白いことに変えることができるんだみたいななんていうか工夫次第でみたいなね、工夫となんか発見とみたいな、そこはすごい感動的だしね。なんか空耳アワーにだからすげえ腹抱えて笑ったというか、未だにすごい人気があるんだなってそれ思いますよね。うん、であとタモリクラブの企画とかでたまにすごい人が出てくるじゃないですか。なんか一回めちゃくちゃ面白いコーナーでなんか架空の地図を作る人みたいのがあったんですよ。架空の地図を作る人みたいな、なんかそのありもしない、まあ日本とかアメリカとか、まあ関係ないのかな、世界地図にどこか似てるけどその全く架空の地図みたいな、で何々国何々国とかちゃんと市とかその文化のことまで全部その人克明にその書き記してるんですよ。その自分の書いた架空の地図の文化とか宗教とか産業とかを考えて書いてるっていう人で、うわすごいみたいな、何の役にも立たないけどかっこいいみたいな。でその人もっとすごいのがなんかこういう地形だったらこういう歴史が起こるし、なんつうの、川の近くだったらこういう文明が起こるだろうしみたいな、なんつうの、まあ、ここは亜熱帯だからこういう文化が起こるだろう、で隣の 国はこういう文化でどういう理由なんか理由いろんな、まあ水産資源をめぐって戦争とかが起こるだろうとかってさ、自分で書いた地図に自分でなんかその書いた地図から想像しうる架空の歴史みたいのを書いてる人がいて、全部それなんかノートで誰に発表することもなくずっと書いて取っておいてる人がいて、え、すっごーみたいな、 こんな人がいるんだみたいな、なんていうかさ、すげー感動したというか、は、自分のやりたいことは一円の得にならなくてもやれるんだみたいな。でしかもなんだろう、それがすごい人を感動させる力を持つんだみたいな、めっちゃいいなと思いましたね。それな、何なんだろうこの人と思ったけどなんでそんなことしてるんだろうみたいな。うん、まあ仕事何してたのかな、なんか普通の仕事してる人でしたね。別に大学教授とかそんななんかねすごい人ではなかったような気がするけど、まあ全然うろ覚えなんですけど、で本当まあ最近のタモリクラブも面白いですし、皆さんも見たことないんだったら見てほしいですね、タモリクラブね。久々に見た人は本当安西はじめさんのヒゲの長さがとんでもないことになってるのがめちゃくちゃビビると思います。安西はじめさんと昔から気持ち悪かったですか、あの人。てかタモリクラブでしか見ねえけど、あの人さなんだ、あの人何してんのか。まあイラストレーターとかなんですよね。なんか昔の宝島とかの関係のあった人なのかなとか思いますけどね。渡辺佑さんとかもタモリクラブに関わってたかなのかなみたいな。でもなんかあこら辺でなんかみんな仲いい感じしますよね。三浦淳さんとか安西はじめさんとか山田五郎さんとかなんかね。あ、まあでもその安西はじめさんすごいひげ伸ばしてるんで見てほしいですね。面白いんで。でこんななかなかタモリクラブのことを語ってるんですけど、俺別に毎週見てねえなと思ってタモリクラブ何、うん、かたまにしか見ないなとか思いましたね。アドマチック天国と同じ頻度ぐらいしか見てないですね、タモリクラブでも本当タモリクラブはいいですよね。あれ本当子供にすごいいいと思う、あれ見せるのはい、っていうことでした。僕の好きなものを語りました。はい。